ほんまやな。山地さん、ゆうさん、なべちゃん、こんばんは。ギリギリメリクリー。終わったら22時半なので、あ、でもお家から遠いんや。1時間半以上かかる。カレンダーまだ追加できるって。あ、カレンダーのあのお渡し会はもう無理なんですけど、多分今のところね、なんですけど、でもカレンダー、一般販売のカレンダーは買っていただけます。はい、私はひょっとしたら追加のね、申し込みがあるかもみたいなのはホームページに書いてたけど、今のところ何もないですもんね。高橋さん、こんばんは。そう、イマジンさん来てた、来てはったらしいですね。そう、来てはったらしいっておかしいですね、来てはりましたね。そう、見てくださってて、アフターイベントもご存知なんですね。たこ焼きさん、こんばんはって言ったっけ。 EPM さん、こんばんは。ファンの方と喋ってました。なるほど、めちゃくちゃいいですね。楽しそうだ。ツイッターありがとうね。こちらこそありがとう。 EPM さん、こんばんは。なんで私同じこと言っちゃう、繰り返し言っちゃう。お、玉ねぎさん、だるまさん、ナイスです。だるまさん、ありがとうございます。だるまさんが飛んでる、だるまさんが飛んでるよ。だるまさん100個ありがとうございます。だるまさんが転んだ、ありがとう、ナイスです。めっちゃクリスマスソング一応なんかいい睡眠が取れそうな音楽やな。絶対私まつげ減ったわ毎日つけまつげしてるんですけど、最近舞台で絶対本物のまつげ減ったと思う。またいい癖しな、まつ行く。よいしょ。いい曲でしたね。 This Christmas Amazon オリジナルでした。ラジオみたい。あ、ゆうさん、こんばんは。メリクリーメリクリーメリクリー。やっぱりクリスマスは結構イベントがたくさんなんですね。皆さんイベントに行ってはる方が多くて素敵やなと思う。なんかやっぱコロナが大変ってなってた時は、まあ、今も大変って大変ですけど、ほんまにやばかった時はさ、そういうライブとかイベントとかエンターテインメントのね、出し物的なものが全部最初にこうなくなっていってたじゃないですか。やっぱこのクリスマスに、私もライブ、私もライブ、私はイベント、私はイベントみたいな、そういうのがこうね、たくさんこう聞こえてきて嬉しい。やっぱりいいなと思う。私そのエンターテインメントのあれが好きやからさ、いいなと思います。っていう語りをしたところでボディ、じゃあボディじゃないな、顔のクリームがもうないわ。これやばい、持つかな、あと何日間か東京大阪行ったらあるから持たせたいな。あ、ありがとうございます。ビリビビビビビ、あれ、ビビビッピビビビさんどんどん変わっていく。難読やな。ありがとうございます。久しぶりの初見かどうかともかく見てくださったんですね。かすみちゃん、アラビト神来てくれはったんや。ありがとうございます。ゆりさん、あのツイッターは見ました。タグつけてくれてはったからありがたかった。タグ付け、梅坊は箱推しでしたって。で、今日は楽しんでいただけましたか。ほんなら、ほんならって言ったらあれですね、あれやけど、どうでしたか。一撃屋さんは見張ったことはありますか。
一撃屋さんは初ですか。おじおじごきげんよう、ごきげんようさん、おはようさん、パボオラオラオラ、やっほーい、よいしょ。まだクリスマス気分なのは私だけではないですか皆さん。まあ昨日サンタさん来てないから実質今日もクリスマスみたいなもん。今日寝て起きたら明日な、枕元に何かがある可能性もゼロじゃない。サンタさんが遅刻してきている可能性もゼロじゃない。ターボーラって言ったな。初一撃でした。感想は聖書して後ほど。うわー、聖書とか素晴らしい、すごい、そんなにしっかり書いてくださるんですか。緊張しちゃうな。ありがとうございます。縦芝居、いや一撃屋さんは本当に、私はこれで3回目なんですけど出させていただくの。うん、一瞬だけメガネコンタクトに変えよう、うん、なんですけど、どの作品も本当にグッとくるものばかりで、今回もワードレスやのにすごいグッとくる作品で、というか喋っていないのにセリフが見えるというか感じるというか、すごい本当に竹村さんってすごいなって毎日毎日思ってます。暖房は何度にしたらいいですか。それな、それな、私もよく思うんですよ、本当に本当によく思うんだよ。暖房って一体何度にしたらいいの。エッグタルト4つ買って帰ったんですか。めっちゃ買うじゃん。自分で全部食べたん。彼女よ、彼女さん1個2個、ずかさん2個、ゆうやくんこんばんは。残りでもあと3公演ですよ。残り3ステ終わってしまう。もう終わってしまいますよ本当に。半分ずつ彼女さんと、彼女さんと過ごしたん。わあ素敵、いいな、羨ましい。22度から23度でどう、だっておすすめの気温、気温じゃないな、なんて言うんだ、暖房のおすすめの温度、22度から23度らしいっす。よいしょ。これちょっと私今充電器から、充電してた場所から離れるから急に充電切れたらごめんなさい。よいしょ。20は寒いですよ。20度はもうなんか寒いですよ。一瞬うるさいかなこれ。なんかめっちゃ汚い。明日掃除機しよう。メガネかけたら、あ、汚いってことに気づいた。目が見えない人あるあるですよね。わかりなさい。ただいまー、マルスさん。今回のかすみチェキめっちゃ気に入ってます。だって、嘘、めっちゃ気に入ってくれてるんですか。追加してくれてもええんやで。18度寒いな。20は行ってほしい、私は。寒さまの寒だよね。本当にそれ、寒さまの寒だよ。メリーでした。だってメリー、メリーって何、マルス、あ、メリークリスマスでしたってこと。あのワンピースを思い出した私はオタクなのかもしれない。たけさんチラリ、もうあと3公演、ほんと早い、ほんと早い。追加したいけどもう会場に行けないやって。こういう時にズカさんに頼んだら買ってきてくれるかもしれないですよ。こういう時に頼んだらずかさんが買ってきてくれるかも。え、
シンジさんまだ家の暖房つけてないって。私日本にいたらめっちゃすぐつけちゃった。やっぱりあのスペインやったらもうほんまにギリギリまでつけないんですけど。チェキ20枚もあるって人に渡す用が20枚もある。何やってそう、ずかさんに言ったら多分カレンダーお渡し会の時とかに持ってきてくれるはずね、ずかさんあのメリーの最後は泣けるし泣くしかないし。ワンピース大好きです。いけるかどうか明日の結果して、まあそっかそっかそっか、ちょっとしんどかったんですよね、病院行ってからですね。確かにね、無理せずにね。ルカさん毛布で過ごしてる。あ、何やったっけ、着る毛布買ったんでしたっけ。着る毛布、着る毛布ってあの電気付きのやつですか。ただ単にあの着れるタイプの大きい、なんて言ったらいいんかな、毛布がこう袖とかがついてるやつ、それとも電気がついてるやつ。私もなんか楽天かなんかで見て、なんでここアウトンできてんのやろ、どこでやろ、なんかどっかで売ったのかな。白玉さんお疲れ。下手するとお話し会もアンコールもダメになる可能性ある。えっやばい、マジで明日次第か。お疲れお疲れ。白玉さんは明日明後日検討してください。玉ねぎさん毛布に袖と足を入れるポケットみたいなのがある。あ、じゃあ電気はないやつか。なるほどね。電気のやつあれもう着るこたつやんと思って。知ってる人おるかな、電気の毛布。あれめっちゃ良さそう。着る毛布も良さそうやけど。これソリスベリっていう曲のタイトルやったの初めて知ったソリスベリっていう曲のタイトルらしい。竹村さんの話したくなる？トークポートで楽しみ。電気は熱すぎる？あさって濃厚？あさってやった、千秋楽千秋楽。玉ねぎさんハート100個ナイス、ありがとうございます。うーかめなきさんプレゼントナイスです、ありがとうございます。いや待って、いっぱいプレゼント来てる、プレゼントいっぱい、プレゼントありがとうございます。うーかめなこしさん、たけしさんこんばんは、こんばんは。そこはでもそこはかすみちゃんの話だけじゃなくて竹村さんの話もしたくなるって言ってたけど、竹村さんの話聞きたいな、そこまで言われた。玉ねぎさんハートナイス、ありがとうございます。やんちくるさんやっほーい、やっほやっほーい、よいしょ。明日も公演です。毎日劇場に足を運べるということがとても幸せ。264日、早っ、ありがとうございます。ゆきおさんプレゼントナイス、ありがとうございます。わーいわーい、ダビットこんばんは、こんばんは。いい BGM や。劇場に足を運びたい。いや見てほしかった、しんじさんにも。しんじちゃん、しんじちゃんやって、しんじさん、かすみ、かすみ美獣めっちゃ褒めてくれるから。え、画面が配信してない状態になってる、フォン見てる、どういうことどういうこと。8日いけないけどムーさんにチェキ渡せない、あムーさんに、ムーさんに取りに来てもらう。
来れますようにやな。でもね、塚さんまずは待ってるよ。カンタムさんこんばんは。毎日エミカさんの声が聞ける幸せって、もうそう言ってくれるのがすごい嬉しいそう言ってくれるのがさ本当に嬉しいんですよ、ゆかさん。毎日配信頑張ります。公演中でも舞台本番中でもですね、舞台本番中でも舞台稽古中でも配信頑張るぜ。いや本当に頑張ってる。みちと共演するまで有名になると言ってたから、つーちゃん見守ってください。かわいい、つーちゃん超かわいい。配信してない時に YouTube が表示されてるのにえみちの子が来る、どういうこと？やばい？大丈夫？つかさん怖い？無理ない程度で本当に、うんうん。ヤンチャクレさんなんかすごいな、よく分からんけどすごそうやな。ほんま無理ない程度でね。年明けから会社からのいろいろあって、明日明後日飲みに連れていかなければ会社変わるんですか？あ、前言ってたやっけ、なんか部署が変わるかもみたいな、なんかそういうの言ってはったやつでしたっけ。白玉さんがっつりなんかいろいろと変わりますね。2週50完了、ナイス玉ねぎさんありがとうございます。インダーブレイクミッドウィンター、アマゾンオリジナルやって、この曲眠くなります。これは私が必ず有名にして見せますのでお待ちください玉ねぎさんが有名にすんの、つーちゃんのこと。ほんな私のこともやって頑張って、あの有名にしてください。ほんなそういうことじゃない、ごめんごめんごめん。別にどころか会社が変わる、あ、そういうことか、会社が変わるけどやることが変わらんのか。前教えてくれはりますよね、本年え変わるの大丈夫大変とかってお話しした記憶があるもん。でもそれは連れて行かれそう。一撃屋さん見た方がいい見た方がいいですよ、たまさん。配信聞こえてるけど画面は YouTube のスペイン語料理でテンションばかり。なるほどなるほど、そういう感じで今日アンコールの支払いしました。白玉さんありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しすぎる、本当に本当にありがとうございます。アンコールのね舞台の方もねぜひぜひ来てほしい、本当にめちゃくちゃね素敵です。本当にあの一撃屋さんのお稽古中にもう一個の1月の方の舞台の稽古も私は両立して頑張っていたのであれなんですけども、本当にどちらも全く違う形の、なんかすごい本当にどっちもすごくて、そう一撃屋さんはワードレスで、でアンコールの方はミュージカルなので全然ちゃうんですよ。そうどっちも超来てほしい誰誰です。えみちも全力で応援します。待ってます。前半亀田さんの出番が少なかったからちゃん役かなって思いました。実際そんなことなかったですか？かつりさんよ。悪玉3人組。ちょっと悪い子ちゃんなので、そう悪い子の役なので、前半ねハッピーな時は出てこないんですよね。円盤化と大阪アンコール公演の発表はいつ頃になりそうですか
大阪でもやりたいです。本当に一撃屋様でも円盤化はないんですよね。いつもないんですよ。でも後半は盾をそっちのけで亀田さんの前をずっと見てました。嬉しい、ゆうさんありがとうございます。本当にありがとうございます。待ってました。私、ま、回せていただいておりました。みち悪いのにめっちゃ可愛いから反則なのよ。だって嬉しい。可愛かった本当。そう言っていただけたら嬉しいですわ。そう、綺麗、可愛い、魅力でこう人を従えるっていう能力を持っている悪い役なので。私コスルさんいらっしゃいって言ったっけ。言ったよな。言ったってことにしとくな。そうなので、綺麗、可愛いみたいな褒め言葉はもう私にとって100点の褒め言葉で、そう嬉しいんですよね。本当に怖いとか気持ち悪い、気持ち悪いはちょっとちゃうな、悪口か、気味悪いかなとか、いい言葉、かすみちゃん的には。あ、玉ねぎさんありがとうございます。雪の結晶ナイスです。ありがとうございます。来年のミュージカルもマジ楽しみです。来年のミュージカルも楽しみにしててください。本当にバンドマンなので全然ちゃいます。喋りますんで次は喋るんで、本当11月12月1月と全然違うから嬉しいですね。はい、こうやって見ていただけるのは嬉しいです。私からの通称は霞を考えておりますだって。どういうこと、どういうことですか。私会に霞ちゃんいるの。お渡し会にかすみちゃんが登場するということ。あ、ポーズ、玉ねぎさんがカレーに待ってくれますか。ほんなら玉ねぎさんにカレーに待ってもらおうかな。楽しみにしとこうっと。出てきた瞬間即亀田さんって分かりました。美しさに目覚めでした。嬉しい、本当にありがとうございます。綺麗なお姉さんみたいなね感じを出せていたら嬉しいなと思います。はい、この間のねアリスインは全然それも違う感じやったから、アリスインでこう見ていただいた方は全然違う感じの神枝美香を見ていただけたのではないかなと思います。どうでっしゃろ。竹村さんが玉ねぎさん的なね。なるほどね、そういうことか。一緒に悪感じをしてくれるんかと思った。玉ねぎさんがかすみの衣装で着てくれんの？最高すぎやろ。見たい見たい。見たいな、玉ねぎさんのかすみちゃん。黒リップ？マスク取ったら黒リップみたいな。アフターイベント
には参加したんですか？自分は退席してないで。あ、なるほどですね。今日はアフターイベント、昨日のお昼はアフターイベント登場してました、はい、今日の夜は今日一日はどちらも参加してないです。劇団員さんだけでしたかね。あとはあの前回の舞台メインキャストさんたちとか、私が出てない時のやつですね。今日はアフターイベントなしで、次アフターイベント出るのが最後かな、大千秋楽の時かな。クリスマスタイム、まだクリスマスに浮かれております。私がアフターに出るやつだけ申し込んでたんですね。え、めっちゃ嬉しいやん。ありがとう塚さん、さすがすぎる。コンプリートしてくれた。プレゼント当たらんかったけど。タイツ紙は残念でしたけど。タイツ紙マジで面白かった。今日の自己紹介もめっちゃ素敵でした。尋常なげ僕です。しっかりと従ってくれてる。あと360数日でクリスマスやで、あっという間や。確かに。1年なんてあっという間ですから、言うてすぐだよ。もう本当に実際この1年めっちゃ早かったですもんね。この間明けは目言うたんやんな。だってマジで早い。1年、岩本さんこんばんは。ただゆきさんが京都ブライアンって言われた。ずかさんが手ぶらなのが珍しいって。面白い。ルカさんにも手ぶらな時はありますよね。ラグオトさんこんばんは。こたつで寝てました。最高じゃん。風邪ばひかないように気をつけてくださいね。いろいろあったはずやけど、あっという間に終わった感じ。確かに。でもいろいろあった。本当に振り返るといろいろありました。うん、私も二重拠点は変わらへんけども、日本をメインにするようになったのも今年です。はい、いろいろありました。ごそごそとクリスマスの夜一人寂しく洗濯してる。洗濯は大事で、私も昨日洗濯した。クリスマスイブに洗濯した。ダンサーバーレベアップ、エミチーズになりました。やったー、ありがとうございます。エミチーズ、1年が早いというものは心身ともに充実している証拠ですね。だって確かにですよ。充実しているとやっぱり早いって言いますから。ユミカメインのイベントでお土産あれば十分。めちゃくちゃ嬉しい。いつも買ってきてくれるもん、ずかさん。サリシュワンさんこんばんは。お仕事にお金使いすぎてるから自重しなければ。だってやばいですか、使いすぎた。よいしょ。
一瞬だった。一瞬手洗った。いや、なんてウーカラジ終わってた？あれはそうなの？ベロがちゃう。サンタクロースイズカミンツタウン。いい曲やな。関西ツアー？すごっ。すごいですね。エミチの声しか聞こえへんなってイヤホンしてるから。ありがとうございます。1月の舞台が終わったら生誕祭まで自粛。だいぶや、だいぶやな。それは上から読んでも下から読んでも神枝美香です。正解です。今日の池袋も迷いませんでしたが、やっぱり広いですね。だっていや本当に池袋ってすごい、あの反対側に出ちゃうとめちゃくちゃ迷いますよね。でまだ劇場に来てない方も、あの私の、 あの生き方の説明をすると、池袋の、東口を目指すんですけど、でも JR は南改札を出て東口かっこ南に出ないとあかんねんで、めっちゃ難しくない？意味わからんくない？東口を出なあかんって聞いてたんですけど、あの南改札出て東口かっこ南に出なあかんね。それはもう東ではみたいな。アルバム出すのすごい、超すごい。池袋全く降りないからわかんないですか？今池袋で舞台してるんですよ、サリションさん。よかったら見に来てください。 SKE の横にゃんと元ラスアイのマナティも出てるよ。西武デパート向かえば大丈夫。なるほどね。でもデパートって矢印なかなか難しいじゃないですか。西武線のあたりから出る？やっぱ西武か。いや滝さんややこしいでしょ、めちゃくちゃ。そう、東口やねんけど南改札を出たら東口こっちっていうのがあって、東口やねんけど東口かっこ南から出なんかね。そう、小さいしさ、しかもそのなんて言うんだろう、東口って書いてる横に小さくかっこ南って書いてる。東口の西部だよ。だってわかんないんだよな。シアターグリーンまで1時間歩いて向かったって。玉ねぎさんすごいストイックですね。そう、東口かっこ南どっちなんてなる。そう、ラスアイも現場行ってたって。マジですか、サリシュアンさん。この間はルカチ、わかる？ルカチと共演したよ。西中島、南方、北口改札みたい。確かにそれもややこしい。西は西部でしたっけ？だ、あ、東部？そうなんですか？ややこしい。どういうこと？南改札を出て西武デパートの地下通路を通って
39号出口に向かうと会場が近いです。ややこしい、すごい、ややこしい、すごい。あ、新宿も大変。新宿でルカチと共演した迷った、めっちゃ。あ、時間があったから運動があった、すごいですね。2時間前に到着した時だ。東が西部、西口は東部。もうややこしいな、なんでそういう名前につけたんやろえ、サリシアンさん、ルカチを推してたんですか、マジで。共演したよ。で、今はマナティー、マナティーと共演しております。かわいいマナティー。よかったらまだ明日と明後日あるから見に来てください。千秋楽はもうチケット売り切れちゃってるんですけども。にゃんさん、かわいい、ありがとう。ヨルシーさんもこんばんは、こんばんは。よいしょ。ストレッチしよう。よいしょ。これクリスマスポップ、ほんまかいな。ほんまにクリスマスっていうポップが流れてる。ストレッチの後ろ、くまさん、こんばんは、ガオー。サンシャイン目指したら東口には出るって、なるほど。埼玉県民、池袋近いから得意な、そういうこと、そういうこと。39番出口出たら南池袋公園に向かい、通り沿いを越えたらシアターグリーン。すごい、もうプロフェッショナルですね。プロフェッショナルだ、素晴らしい。ねえ、近くにスタバが2個ぐらいある。埼玉県民の遊び場は池袋なんだって。東京に行くとなると、埼玉は池袋が近いから、ね、池袋に行くね。明日の荷物整理をして、よいしょ。OK、 明日はこれを持っていくと。今からご飯ですね。了解了解。劇場はサンシャインのところ、劇場はシアターグリーンっていうところ。ユウさん曰く、39番出口出て南池袋公園に向かって通り沿いを越えたらシアターグリーンだそうです。サリシャンさん東池袋も、池袋はね、どこにでもねスタバある。会場近くに行ったら元燃料オタがた群れてるのですぐ分かりますよって元燃料オタそんなおった行くことのないシアターグリーン、ビッグスリーシアターの行き方を、予習する配信です。ひょっとしたら行くかことになる可能性がまだあるから、まだまだ秘めてるよ、シンジさん。可能性は、行ったことないですか、サリシャンさん。ぜひ初めてを明日か明後日に、どうですか明日か明後日初めて来てみますか。東側で7軒もあるって、やっぱ。トムトムさん、いらっしゃい。あ、了解です。
みんなやるので今日は大丈夫。素晴らしき。冷凍のうどん食べます。いいですね。あ、17期生の公演に行くんですか。それは無理だな。ちなみに明日は7時から。広島からこんばんは。こんばんは。明日は7時からで、明後日は1時4時合ってる ?1 時4時 ?2 時4時 ?1 時4時でしたっけ明後日。ぐすんぐすん、しんじさんぐすんぐすん。サブウェイでご飯してたんですね。まあ、ずかさん。舞台が始まったら亀田さんのメラに魅了されます。これはマジっす。だって嬉しい。そう言ってくださるのとてもとてもとても嬉しいです。誰か分かる？時間。明日仕事なん？明日はね7時からやな。明日、明後日の時間ちょっと見なあかん。4時は分かんない。そう、4時なんですよね夜は。あ、ありがとうしんじさん。明日は7時からね。明後日は？明後日は12時4時や。12時4時や。ありがとうございます。え、12時4時なん？呼ぶ。12時4時なん？呼ぶ。マー君こんばんは。結局ケーキもチキンも食べてないの？マジ？舞台が始まったらシロちゃんの可愛さに惹かれます。確かに。シロちゃん超可愛い。座ります。よいしょ。マー君こんばんは。そしてかすみに引き戻されます。ごめんしんじさん、あのコメントないゼロやと思ったらスライド止まってた。舞台は本当に複数回見た方がいいです。余裕を持って絵道見れた。だって1回目はやっぱ多分やっぱストーリーをこうね見てね、2回目は余裕を持って見たいとこ見てね。最初なかなか出てこなくてキョロキョロしますか。よいしょ。2時間の時間つぶしかな。うーん、池袋のクロワッサン食べたもんな。海外でどんな活動しているの？海外で CM 出たり、ダンス教えたり、イベント出たり、お芝居したりって感じですね。いろいろとさせていただいております。 100m ランナーさんこんばんは。こんばんは。明日の準備のあれをするので一回携帯を使うんで iPad に移動しますね。 iPad に一回配信を移動するんですけど、一回止まったらごめんね。ちょっと待ってね。きます。配信こっちから配信 OK できるかな。移動できるかな。無理かな。頑張れ。できてないですねこれね。できてないな。
さてはできていないな。もう一回いけてないよね。ショールーム、ショールーム、お引っ越し。トシー、どうしたん？もやですか？次メグさん？あれ間違った。もう一回、もう一回、いやな、もう一回間違った。後ろじゃん。でもかあ、いけた、いけた。移動、移動完了。移動完了。いけてたら画面のトップ画が変わってます。そうそうそう、殴り合いみたい。そう、あのラジオで端末の変更を確認するのには画像が変わるっていうね、高度な技術です。カメラの画像になりました。これは iPad カップ麺、チーズとチーズビーハウス。どこにあんねやろ、私見てない。チーズビーハウス、ちょっと今検索できるわ。チーズビーハウス検索しよう。トクトマルさん、こんばんは。ワッキーさん、フォローナイス、ありがとう。きつねうどん、美味しそう美味しそう。あ、アップルウォッチに出るんやって。なるほどね、そうなのか、わかるんや。でもアップルウォッチもどこまで信じられるかですから、参考程度に。映画見てきて、今帰宅。スズメの戸締まり、お、スズメの戸締まり見てきたんですね。どうでした？いや、めっちゃ美味しそう。テイクアウト対応してます、ビーハウス。テイクアウトだって？おとなしくウィダーインゼリーで過ごします。ウィダーインゼリー、え、すごい、めっちゃ美味しそう。スタンダードコース、リブロースステーキ&ジンジャーチキン、9品の2時間飲み放題やって。チーズフォンデュやって。美味しそう。めちゃくちゃチーズやん。チーズフォンデュだった。超美味しそう。ピザ、ピザ。池袋のイタリアンビーハウスって、イタリアンなんや。ショールームでイメージガール募集してましたよ。ショールームでイメージア、イメージ、私があれやったみたいな、スペイン料理屋さん。戸締まり結局に、あ、3回見てる、すんごい。注射で治りますようにやな、ぬかさん。うんうん。やんちゃぐるさんも検診頑張って。あ、だし。うどんとウィダー、楽しんで。ウィダーを楽しまんか。私ももうちょっとで寝ます。あと5分で1時間経過。ありがとう。そうそう、イメージガール募集やってた。心電図いきなり取られる。いや、心電図って。嫌なん？もうちょっとで寝よう。私は明日はね、舞台は夜の糸公演なんですけど、でもその前にちょっとお仕事があるので、私は早起き頑張ります。はい、
頑張りたいと思います。今あまりいい感じじゃない、冷たいだけ。なんか昔やった検診みたいな、確かに寒い寒い感じはあったかも。うん、エコーはもっと冷たい。ファイト頑張ります。あ、人類が気持ち悪い。縦が多いから稽古中のメイキングも見たくなっちゃいますね、だって。なるほどね、メイキングね。刺激屋さんがたまにこう稽古動画みたいな、どんな稽古の様子を動画でこう紹介してはったりするよ。ツイッターずっとこう追いかけてたらたまに紹介してはる。よかったら探してみてください。神枝映ってるかどうかちょっと分かんないけど、ワンチャン映ってるかも、ワンちゃん映ってないかも。的な。でっかい洗濯バサミみたいなのが挟まれる。うわ、知ってるわ、やってたな。小学校の時やってませんでした？あったあった。洗濯バサミみたいなんで挟まれる。検診、いや懐かしいな、やったな。どこの気が届いた？ミスターストーリー、エミシとマナリー、どっちがどっちか分からなくなるって、同じやから探してみて。一木屋さんね、ツイッターめっちゃやってる。ユミカとカエデちゃんとルカチとマナティの剣舞台みたい。フーちゃん、みんな知ってる皆さんと共演みたいな、こうファンの方、あ、この人知ってる、あ、この人も知ってるみたいな。私もいろんな人と共演したいなって人いるけど、あんたんと共演したい、したことない。小学校で洗濯ばさみやられたよ、多分みんなやられた。うん、小学校で順番に。え、ないの？私の小学校だけあれ、うちだけ、ひょっとしてやられた。なんか面白いなーと思ってた。やられてる本人は小学生やから、すごーいと思って受けてた。ふーちゃんね、ふーちゃんね、布団挟めそうね。そう、覚えてるもん、めっちゃ記憶にあるわ。うん、心電図、なんか心臓の検査、手首と足首。そう、エコーはなかったと思う。うん、エコーはなかった。あと、あ、大学エコーじゃないか、なんだっけ、レントゲンか、あれは。大学ぐらいの時にあったかもしれない、ひょっとしたら。バスみたいなやつ乗って、車みたいなやつか、中でやるやつ。胸に6つぐらい吸盤みたいなやつ貼られる。
9番でもなんかなんでか分からんけど、ちょっとでもなんか分かる気がすんねんけど、9番もやったんかな、ひょっとして、ひょっとしたらワンチャンしてる可能性ある。なんかなんとなく記憶があるぞ、9番。高木さんお疲れ様です。ジェネレーションギャップかな。あーバス、そう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 、レントゲンやんな、それはやったな確か。あとはなんだろうな、そんなもんか。スペインでは血液検査した、ベッド寝た瞬間に靴下下げると慣れてますねって言われるそうなんやあーレントゲンとマンモグラフィーだ、へー、複数の9番これさすごいよね。なんかこう考えた人、最初にこう見つけた人、そのやり方をすごいですよね本当に。うん、考えた方すごいなと思う、発明した方、そういう検査の仕方。でなかなかそんな無理ちゃう、だマンモグラフィーは乳がん検診？俺のがんは健康診断でないやつ。あ、そうなんや、なんと分かりにくいやつなんや。 HKT さんこんばんは。脱ぎにくい服着てて脱げねえと思った思ったそんなこともあるんですね。難しいな検査あるあるみたいなあるんですね、面白いですね。まあでも健康が一番ですよね本当に。皆さん健康に気をつけながら行きましょうね本当。うん、難しいけど眠いただいて、あーゆうけーゆうけー届きましたゆうきがあのすごい高級なトイレットペーパーくれたあれは一体おいくら万円、すごいすごいなんか高そうなトイレットペーパー 笑っちゃった、ネタで前言ってると思った、ガチやガチで本当にありがとう、1個1000円もするのやばくない使われへん、そんなんで私もうトイレ行かれへんで大変なすぎて、いやありがとうございます、使わせていただきます。
なんかそれもさ、ちょっとなんか面白くなっちゃうからあかんよの。笑っちゃう。1時間経った？なんか見たことある？感じ変化してる。シングルでパリパリ？シングルパリパリトイレットペーパー。高木さんおやすみなさい、ありがとう。何度エミカに物を送るときはこれすごい私どんなんやねんいやもう一生買うことないやろ、一生使うことないやろうから、そんな高級トイレットペーパーなんて。だからもう大切に大切に使いますね、ありがとうユキ嬉しかったです。みんな気を使ってたくさんプレゼント送ってくれはってんけど、ありがとうございます。無理しないでくださいね、本当に嬉しいけど。硬いトイレットペーパーよく揉んでお使いください。そんなんあるんですか、しおさんかばは。そんな文章があるんですか、文章っていうのはおかしいか、言われるもん、書いてるどっかに。そんな初めて聞いたかも。これ以上面白いネタも思い浮かびませんなかなかプレゼントをネタでこう進めていくみたいな聞かない面白さ重視。なんか次じゃあれってこと、面白いネタが思いついたら私は何かをもらえるかもってこと、そういうこと。楽しみにしとくしかないやんけ生活感を醸し出すプレゼント確かに醸し出される醸し出されまくる。いやありがとうございます、本当に本当に。私に高級トイレットペーパーを送ってもやじ生活もうそんなん私使われへんわ、申し訳なさすぎて。どうせなら一緒に使いましょう、私だけじゃなくて一緒に高級トイレットペーパー使いましょうそれはまた違うんかな。先生に毎日に人笑いのプレゼントいかがですかでもリアルに元気になるリアルにちょっと元気になりました今日も疲れてさ帰ってきたんですけどね、あの連日の2公演でやっぱすごい幸せで、すごい楽しくて、すごいこうやっぱりなんて言ったらいいんかな、舞台に立てる幸せみたいなのはこう毎日噛みしめてやらせていただいてるんですけれども、でもやっぱ体ってね、疲れるもんは疲れるじゃないですか、やっぱりが疲れたなーみたいな思って帰ってきたんやけど、プレゼント届いてたやつ見てちょっと元気になったもんあとね、あとね、シンジさんもね、ユッキーもね、あのね納豆の
納豆のお菓子2人ともくれて、家に納豆のお菓子めっちゃあるね。私が納豆好きな2人とも知ってるから、2人とも納豆のお菓子くれて、スタバカード足りとるやって使わせていただいております。たくさん、もうね、めちゃくちゃ使わせていただいているスタバカード、この上ないぐらいありがたい。幸せな疲労感。お宅のネット検索履歴、もやし調理方法やめて、笑いは世界を救う、納豆はネタじゃないよ。でも昨日とわら納豆とどっちにするか悩んだって。わら納豆、笑いが取れるもの。チョコでも食べといて。チョコもうね、食べちゃった1個1個食べました。もう本当にこの時間に食べていいものかどうか悩んだけど食べました。私はこの時間って今のこの時間じゃないですよ、帰ってきてからやけど、食べたもん帰ってきてからいただいちゃいました。チョコレート、チョコ大好きすぎて、はい、ありがとうございます。本当に嬉しい。あ、西部さんも納豆好きだよねって、あのチェキに書いてはったのを見ました。納豆はおやつ、チョコがクリスマスプレゼントありがとうございます。洗剤があとめちゃくちゃ嬉しい、めっちゃ使える。トイレットペーパーはネタ、生活は生活用品、洗剤は生活用品、めっちゃありがたい。あ、コアラのマーチさんのバンデベアップ、ナイスです、ありがとうございます。皆さんプレゼントくださるのだけでもすごい嬉しいのに、プレゼントでちょっと人笑いとってなんかクスッとさせて元気にするみたいな、ちょっと気をつけてください、気をつけてください本当にもう危ない危ない、ハードルが上がりますよ。笑いはプライスです。やっぱ大阪人は笑いに敏感、薬とできると幸せですよね。 M1 リアルタイムで見れへんの辛かったな。必要的なものか一発みたいなのか、ダークボートもよろしくって、あ、関東民だから笑いに自信がないって言ってる。でも実は私は別に笑いって本当にあの別になんて言うの、そんなにわからないというか、何そんな面白いこと言えないんですよ私も別に。そう、ツッコミとかはなんかこうね、どうしてもツッコみたくなったらツッコんじゃう時はありますけどボケとかあんまりできないタイプです、私も。うん、すごい方たくさんいらっしゃるけど、結構私は他の大阪の方に比べたらなんかしょぼいですよ。トークポートもプライスです。
そうだそうだ、どういうこと、ちょっとどういうこと、最近の流行りのやつや。あのね、あのね、だんだん。ふん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 。大阪人のみんながみんな思うわけではない。そうなんですよ。本当そう。プレゼントで笑わそうとしたことない。いや、多分普通はないよ。普通は。なかなかないよ。ユッキーがレア。あ、もう1時過ぎてる。そろそろ終わろう。あ、ごめん、玉ねぎさん。そろそろ終わろうと言った瞬間に、このまま配信していただけば、明日は私結構早起きなんですよ。起きるわ、頑張るわ、寝るわ。それでは皆様、寝させていただきます。はい、皆様配信見てくださってありがとうございました。はい、また明日も配信しますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。ほんならランキング読んで終わりますね。あれ、ランキングが見えないぞ。こんなことある。あったあったあった、いきます。13位ゆうさん、12位ヨネシーさん、11位100メートルランナーさん、10位ユッキー、9位ユキオさん、8位シンジさん、7位コアラのマーチの帽子さん、6位カシモチミツゾウさん、5位ビビビビビビビさん、4位ウートミンナゴさん、3位ドラッピさん、2位大丈夫、そして10位タムラギさんでした。ありがとうございました。やった。え、そうなんですか、コアラマーチさん、これチークハグのこの方、これめっちゃめっちゃ TikTok で流れてる。それでは皆様、明日も私は舞台ありますので、もしね、明日来てくださる方がいらっしゃいましたら、またお待ちしております。ありがとうございます。じゃあね、みんな、おやすみ、いい夢見てね。ありがとうございました。ちなみに1月の、アンコール、ミュージカルアンコール、私が出させていただくミュージカルもう一般販売しておりますので、そちらもよかったらね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。ほんならね、おやすみなさーい。またねー、明日も頑張るぞー。